はい、皆さんこんにちは。今回はですね、この映っておりますタミヤのね旧車ツーリングカー TA-02 ですね、走ってみたいと思いますけどね、だいぶ前もねこれ手に入れてからね一回ね動画で、差し回ってるんですが、今回はメカなどをね、いいやつ、いいやつというかね、まあ、最新ではないんですけどねいいやつに変えてね、そして、旧車にねブラシレスのモーターつけて走れるのかということでね、とりあえず様子見で、私の持ってる中で一番スピードがね、緩い感じの 21.5T かな、はい、のタミヤのブラシレスですね、モーターを積んで走ってみたいと思います。アンプはこんな感じでね、あの今打ってないんですよね、 01S っていうね、まあ、一番頑丈なんじゃないかなと言われてるやつですね、使ってみたいと思います。タイヤはタミヤチャレンジカップ公式のラジアルタイヤですね。ボディはね、ボディちょっと置いてください。ボディは NSX ですね。とりあえずちょっとねシャーシだけで先走ってみて、その後ねボディつけて走ってみたいと思います。走りながら喋りたいと思います。まあスピードはねそれほど出ておりません。今ねこれ動画初の方はね今ブレークねコーナー入る前にブレーキしたのはこうギャップがすごく激しくてねブレーキしないでちょっと走りますね。はい、はい、こんな感じで、ね、車体が浮いたの分かりますか、ね、こうやって浮いてねコントロールできなくなってしまいますね。ブレーキしてますよね。まあスピードがね遅いんでそれほどねシャーシ性の関係ないのかなという感じしますけどもね。まあ昔ねこの TA-02-01系ね、問題視されたのはサスアームの剛性がねちょっと柔らかすぎてないということでね、問題視されてたような気がしますが、まあハイグリップ路面でね走る場合は関係あると思うんですけど、うちみたいな低ニエのねかなりこれうちのねコース普通のラジコンサーキットと違ってね、塗装路面になります。塗装路面ってかなりスリッピーな滑るね路面なんですね。なんでね、普通にうちの常連さんも普通に走るように見えてます。タミヤのね、マイルズさん、対戦 RC でもね、ラジコンのチャンネルね、YouTube でやられてますけども、うちでね、走行した動画とかもあるんで、ね、機会があればね、何かの動画の間に差し込もうかなと思っております。なんかね、サムネとかね、対戦 RC とか書いたらね、なんか利用してんのかと言われたら困りますんでね。本人は言わないと思うんですけどね、周りがね何か言われるとね、困りますのでね。何かの動画の間にちょっと差し込んでね、何も言わずに差し込んでみましょうかね。ボディから見ていただけると多分分かると思うんでね、分かる方は、はい、分かれない方はね、どっちにしろ対戦 RC って誰だろうと思ってるとは思うんでね。まあ何かの、はい、ついでに
レースの動画の間に入れたりとかね、ちょっとしましょうかね。
はい、ちょっとね、音が入っておりませんでしょ。私ね、喋ってるんですけど、ね、ここね、申し訳ありませんでしたということでね。それでは、ね、この動画、面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方がよろしければね、サブチャンネルもいたしております。そちらの登録もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。